ハーディングブリッジは、バングラデシュ人民共和国西部のパブナ県パクシーにあるガンジス川、水系パドマ川に架か,かる構成の鉄道橋である。東京量は、1910年から1916年までのインド帝国復興であったハーディング橋にちなんで命名されている。東京量の延長は 1.8km である。1910年から スルートラス橋の建設が開始されているが、少なくとも20年前には、架橋が計画されていた。東京寮は1912年に完成し、列車運行のために1915年より、供用開始されている。建設中のハーディングブリッジバドマ川に架かる、鉄道橋の建設は、軽かった当時のベンガル東部及び、アッサム間でより楽な交流が行えるように、 1889年にイースタンベンガル鉄道によって計画された。1902年にサーフィースプリングは東京寮についての報告書を作成している。技術委員会は、クルナからパーベタイパーピジーラまでの後期鉄道においてパクシートベレマラピジーラの駅間にある流れの弱いガンジス川が横断している皿で東京寮を建設することができると報告している。 東京寮の建設は1910年に寄港し2年後の1912年に竣工した。東京寮は15連の構成トラス桁からなっている。春桁は小さい型に変更されている。運航上で最も困難な課題は包み侵食を防ぐために橋梁の下で永久に川を流れさせることであった。このために JR ベルにちなんで名付けられた。 ベルイコールバンド型の二つのガイド堤がいずれかの側に建設されており、東京領の上流が910メートル、下流が300メートルとそれぞれ拡張されている。川岸の端部は内側に湾曲しており、大量に石が積まれている。ハーディングブリッジは1971年のバングラデシュの独立戦争時にひどく損傷を受けている。それが起きたのは同年十二月十三日に、 パクシー側から4連目の桁橋にインド空軍の飛行機が爆弾を落とした時である。パキスタン陸軍がジョソールに向かって交代していたため、ハーリングブリッジは戦略的に非常に重要であった。同盟軍も東京領に損傷を与えている。日本政府は東京領の再建時に援助している。東京領はバングラデシュ人民共和国内で2番目に大きい鉄道橋である。 最近になって、ラロンシャー橋という名の別の道路橋が、ハーディングブリッジの下流側に建設されている。ありがとうございます。